どうも、キスクです。ということで、レジェンズフェスティバルがついに開催されたということで、早速、全スパーキング、ウルトラレアリティのキャラクター、最強キャラランキングやっていこうと思います。まあ言うても、まあ前回からその17号とか、悟空4&ベジータ4が追加されたっていう感じなんで、あんまり変化はないんですよね。その17号と、悟空4ベジータ4がどこに入るかっていうところを、まあ、注目して見ていただければなと思います。で、一応フェスティバル開催からまだ3日とか2日ぐらいしか経ってないんで、まあ、今後変わるかもしれないんですが、まあ、現状僕が感じている強さにちょっとランキング当てはめたんで、そちらの方を見ていただければなと思います。よければチャンネル登録高評価お願いします。ということで、毎度のごとく E からゴッドの10段階評価でつけていきます。で、貫突統一ランキングになります。で、これが各ランク帯での目安っていう感じですね。じゃあ早速下のランク帯から見ていきましょうかね。まずはこちら、はい、 E ランクになります。まあ下のランク帯は、もうここ最近続けているんですが、もうすごくざっくりと喋っていこうと思います。まあ、特に言うことはないですね。 E ランク、まあ、こんなこいつらは E ランクだよっていうことを知ってもらえればいいと思います。ではお次、 D ランク、はい、こちら D ランクも、特に言うことはないです。うん、こいつらが D ランクなんだなっていうのを知ってもらえれば、一応ね、その新規で入る方とかは無料で300連ガシャとかできるでしょう。だからこの辺のキャラクターとかも当たると思うんですよね。まあその点の、まあ一つの目安として知ってもらえれば嬉しいなとは思うんでね、まあ全キャラクターランキングを選択したっていう感じなんですが、まあこいつらは D ランクです。はい。で、 PVP で使う場合ってことですからね、演出がしょぼいとか、まあ、そういうのは全然なくて、まあ、どれも結構演出が凝ってるし、まあ、ストーリーとかイベントとかクリアするために使うっていうんやったら別に申し分ないかなとは思います。今回のランキングはあくまで PVP で使う点において、まあ強さを決めていくっていう感じです。ではお次、 C ランク、はい、 C ランクになります。まあ、C ランクも言うことはございません。はい、この中から全開覚醒して嬉しいっていうキャラクターもぶっちゃけ特にいないですね。はい。じゃあお次、 B ランク見ていきましょう。こちら、はい、 B ランクになります。 B ランクはね、個人的に、まあ、全開覚醒したら面白いんじゃないかって思うキャラクターが、まあ、変身ベジットとか赤ジャネンバとか、なんかここら辺のさ、ちょっと一癖あるようなキャラクターが全開覚醒すれば、わりかし面白いんじゃないかなとは思うんですよね。まあ、変身しながら、まあ、バニシング回復もできてみたいな。うん、で、全開覚醒するんで変身後のステータスもかなり高いもんになると思うんでね、その辺はちょっと楽しみだなとは思いますね。ということで B ランクでした。お次は A ランク見ていきましょう。こちら、 A ランク、 A ランクのキャラクターで救いようのないキャラクターがいるんですが、ビルスですね。新規でやる方、まあ最近始めた方はあまり知らないかもしれないんですけど、今回もあれですよね、リミテッドのガシャ4回引けるよね。確か10日間ログインすると1枚もらえるみたいなガシャがあったと思うんやけど、それの外れ枠です。ビルスは外れです。うん、まあアニメとかね、ドラゴンボールスーパーの漫画だとかなり強いとは思うんですけど、このレジェンズにおいては全然強くないっていうことを覚えていただければなと思います。ということで A ランクでした。お次は S ランク見ていきましょう。こちら、はい、 S ランクになります。 S ランクのキャラクターは、まあ、ぼちぼち新しいキャラクターが参入してるかなっていう感じかな。まあ、中でも無料キャラクターが結構多いね。ハゲハゲと、まあ、悟空とか、あとロゼ、ベジータブルーとか、魔人ベジータとか、最近の無料キャラクターはかなり高性能なキャラクターが多いんで、まあ、S ランクぐらいには入るかなっていうキャラクターたちが多いかな。まあ、S ランクもぶっちゃけ PVP で使うのは正直厳しいとは思います。うん、最低 Z ランクからとか、
それぐらいのキャラクターじゃないと PVP で戦っていくのは正直厳しいかなっていう感じですね。ということで S ランクでした。お次は S プラス見ていきましょう。こちら、はい、 S プラスになります。いや S プラスぐらいから戦えるか PVP で。まあこん中だとそれこそ無料の300連画社に入ってる海洋剣悟空とかさ、この辺入ってるよね。なんかイラストドーンってな出とったとは思うんですけど、まあまあまあ戦えると思います。うん、ただな、まあ、正直厳しいですよ。今の PVP って、まあ、ここ最近なんですけど、何かのキャラクターが1強2強で他のキャラクターはもうそれ以外は厳しいみたいな環境がずっと続いてるんですよね、4周年ぐらいからっていうのを考えると、やっぱりこの辺のキャラクターで PVP 買っていくっていうのはかなり厳しい。まあ厳しいとはいえ、その新キャラクターと一緒に組み合わせて使ってあげるとか、例えばこの海洋剣悟空もさ、ビーストパン海洋剣とかやったらさ、普通に戦えると思わへん。いやそれビーストパンのおかげやんってなってるけど、もうそういう環境なんで、まあまあまあ、まあ、それでも厳しいとは思うんですが、まあ、ぼちぼちは戦っていけるんじゃないかなとは思います。ということで S プラスでした。お次は Z ランク見ていきましょう。こちら、はい、 Z ランクになります。 Z ランクからは問題なく戦っていけるかなっていうレベルですね。うん、まあこん中だとそうだな、最近だとベビー2かな。うん、こいつは結構戦えると思う、今の PVP でも。やっぱりその GT キャラクターが2体新たに追加されたんで、そのキャラクターとベビーっていう形は悪くないのかなと思ってて、特にあの悟空4ベジータ4に関してはブルーと、紫殴れるでしょ、ブルーとパープル2色殴れるんですけど、そのベジータに変わった時の受け役としてベビーを採用するっていうのも、まあ、悪くないのかなっていう、カウンターでねっていうのも悪くないのかなとは思うんで、結構強いと思いますよ。ただまあ人によってはね、その緑黄色みたいな、ちょっと緑多めで戦っていくっていうパーティーもそこそこ見るんで、そういう人対面だとちょっと出しづらいんですけど、僕みたいに緑黄色紫とかしっかり3色揃ってるようなパーティーと対面した時は、まあ、ベビーがかなり、まあ、刺さるんじゃないかなとは思います。結構強いっすよね。経由で体力回復したりとか、まあ、そういうこまごましたバフもできるんで、かなり優秀なんじゃないかなとは思います。そんなところかな。うん、まあこのスーパー17号も今イベントやってゲットできるんで、まあゲットしても文句なしに結構戦っていけるキャラクターではあるんでね、ぜひ新規のプレイヤーはゲットしようっていう形になります。ということで Z ランクでした。お次は Z プラス見ていきましょう。こちら、はい、 Z プラスになります。ということで、まあこん中でちょっと悩んだのがゴジータ4ですね。ゴジータ4をまあ一つランク上に上げてもよかったのかなとは思ったんやけど、まだちょっとね、そのフェスティバルが始まって2日とかそんぐらいなんで、現状は Z プラスでちょっと行かせていただかろいただこうかなと思います。なんか PVP 回ってるとね、悟空4、ベジータ4で、ゴジータ4であと1体なんかっていう、その緑2枚編成で戦ってくるようなパーティーと結構当たるんすよ。っていうのを考えると、まあ使用率とかそういうのを考えると、まあゴッドランクでもいいのかなとは考えたんですが、別に怖くないんすよね、対面してて。火力もそこまで出るわけじゃないし、別に新しく追加された17号で受ければいい話なんで、うん、特に怖い要素もないっていうことを考えて、まあ今現状は Z プラスにしたっていう形です。まあこれは人によって評価が変わってくるかなとは思います。ただね、こういうパーティー使うと全開アビリティ結構ガッツリ乗っけれるでしょ。緑の GT、まあ、確か2体とか3体とかいたんで、ガッツリ全開アビリティ乗っけて、まあ、戦っていくっていうことができるんで、まあ、耐久はやっぱそこそこあるね。うん、防御タイプなんでねっていう感じです、ゴジータ4に関してはね。で、悟空、無料の GT 悟空、こいつも今イベントやってるんでゲットできるんですけど、
もう新規のプレイヤーとか最近始めた人は絶対取っとくべきキャラクターなんじゃないかなと思います。かなり強いですね。かなり強い。特に火力となんか知らん間にバニシング回復してるみたいなまあ明確にタイミングはあるんやけど、相手がキャラチェンしたりとかね、まあそういうタイミングで火力もがっつり上がるんで、結構その無料キャラクターにしては破格の余ダメージアップついてるんで、かなり優秀に立ち回れるキャラクターなのかなって思います。まあ一つ懸念を言えばメインアビリティが使いづらいっていう。まあ別に80カウント経過してから使えって書いてないんで、まあ、好きなタイミングで使ったらいいとは思うんですけど、やっぱり使うんやったらねマックスがいいよねっていうのを考えて、まあ、メインアビリティを渋ってしまうプレイヤーが結構多いとは思うんですけど、まあそれを考えてもやっぱ火力が出るなかなかいいキャラクターなんじゃないかなとは思います。まあそれ以外で言うとビルスとか、こいつも300連ガシャに入ってるキャラクターではあるよね。復活フリーザもか。この2体に関しては、まあ、パーティーが組めるなら強いっていう感じかな。うん、これ1体だけ持ってても厳しいっていう感じ。例えばそのゴジータ4とかさ、この GT 悟空に関しては今フェスティバルでやってるガシャを引けば活躍できるんすよ。けどビルスと復活フリーザに関してはこいつらだけ持っててもちょっと厳しいかなっていう。リーダー枠において使うようなキャラクターでもないんで、まあ、その辺は難しいかなとは思いますねっていう感じでした。まあこの辺はこれぐらいかな。特に言うことはないんじゃないかなと思います。ということで Z プラスでした。お次はゴッドランク見ていきましょう。こちら、はい、ゴッドランクです。ということで新しいキャラクター人造人間17号はゴッドランク、うん、個人的にかなり強いと思います。かなり強い。まあ便利な能力が多すぎるんですよね。例えば、まあ、必殺アーツでまあヒットさせるとすると相手の必殺と特殊アーツを全て破棄できるんで、最近やっぱパンちゃんのメインアビリティから特殊引いて必殺引いてビーストで撃つみたいな流れめちゃくちゃ多いでしょ。そういう相手に、まあ、必殺ぶち込めば、まあ、手札破棄できるんで、その辺もかなり有利っていうか優秀やし、で特殊アーツよね。特殊アーツ射撃ドロー気力50回復プラス踏ん張り無効5カウントつくっていう、これがめちゃくちゃ便利。僕その今人造人間17号赤ごとつで使ってるんですけど、これに結構助けられますね。うん、例えばその特殊アーツ使ってから最速取ってビーストにライジングぶつけたりとか、そのかぶせでビーストにライジングぶつけたりとか、ビーストですよほとんどビーストをまあ等倍でライジングなんでまあ大体落とせるとは思うんやけど、そのビーストに対してライジングぶつけれるっていうのがかなり優秀なんじゃないかなって思います。でメインアビリティもすごく使いやすくて、まあ、味方の体力回復でしょ。で手札3枚以下やったらカード3枚ランダムにドローしてくれるんで、まあ、特殊とか必殺アーツとか引っ張りやすいよね。で余ダメージアップもしっかりついてて、特に今 PVP に多い孫一族パンちゃんとビーストですよね。でなんなら悟空4ベジータ4も孫一族入ってますから、そういう相手に対して、まあ、余ダメ 20% アップつくっていうのも、まあ、かなり優秀かなって思います。でこいつの個人的にかなりちょっと気に入ってるところがドラゴンボールを減らしてくれるんですよね。2回ドラゴンボール2個破壊してくれるんですよ。これが個人的にはかなりグッと、うん、やっぱ最近めちゃくちゃ早いですからライジングラッシュ、まあその踏ん張りキャラクターとか採用してて、まあ、しっかりライジング受けれる状態にしてたとしてもそれでも早いんで、まあ、そういうのを考えると、まあ、ドラゴンボール破棄2回使えるっていうのはかなり優秀かなって思います。で、控えに戻ると味方の余ダメージも上げてくれるし気力も回復してくれるしカード引いてくれるし敵の手札をランダムに1枚破棄してくれるんで、めちゃくちゃね援護タイプとして優秀なんじゃないかなって思います。やっぱアーツドローあるんでコンボ力もあるし時間経過で泥足もつくし、かなりね、うん、援護タイプの中でも、まあ、優秀最強格の援護タイプになってるんじゃないかなって思います。で紫っていうところがいいよね。紫ビーストも殴れるしパンちゃんも殴れるし、
まあピッコロも殴れるし、あと誰だ、うん、新しく追加された悟空4、ベジータ4も殴れるし、まあ、石腕はちょっと無理やけど、まあ、それ以外のキャラクターやったら大体環境で流行ってるキャラクター殴っていけるんで、その色もいいのかなって感じます。で、龍拳悟空4かな、うん、覚醒龍拳悟空4、こいつに関しては、僕貫突で使ってます今貫突で使ってるんやけど、めちゃくちゃ強い。耐久がまずあるよね、やっぱ全開覚醒やから。で火力もやっぱある、うん、すごく強い。特に感じるのがやっぱ必殺アーツとかその究極アーツの火力がもう段違いよね。射撃と打撃に関してはそこまで感じないんですよ、ぶっちゃけた話。やっぱ火力上がるの遅いんでこいつ、その打撃とか射撃とか攻撃食らうたんびに、まあ、余ダメージが上がっていくんで、まあ、序盤は全然火力は出ないんですけど、やっぱ試合中盤後半になってくるとその打撃とか射撃のアーツの火力も上がっていくし、究極アーツとか必殺アーツの火力もかなり高いん で、特にやっぱり助かるのは特殊アーツ、うん、特殊アーツがめちゃくちゃ使いやすくなったっていう点ですよね。バニシング回復もついてるし、気力70減少もついてるし、強制交代もついてるんで、まあ龍拳殴ってて一番嫌なのがやっぱりパンちゃんなんですよね。だからパンちゃんに対して特殊アーツでどっかやって待機カウントも付与して、他のキャラクターを殴っていく、バニシング回復やからリセットできるみたいな、そういう時間稼ぎもできるんで、まあ、その辺がかなり優秀になったのかなって感じですね、っていう感じです。うん、まあ他に悩んだキャラクターは、まあ身勝って落とそうかなとか、ウルトラゴジータちょっと落とそうかなとは考えたんですが、まあ今現状はうんゴッドかなっていう。さすがに Z プラスのキャラクターと比べると頭一つ抜けてるとは思うんで、こいつらは、まあ、だからゴッドっていう感じかな。もちろんこのゴッドの中でも、なんていうの、まあ、順位はあるんで、まあそれも踏まえて、ちょっと楽しんでいただければなと思います。ということで、ゴッドランクでした。もちろん、ゴッドランクの上のランク帯が存在します。見ていきましょう。こちら。全王ランクになります。まあ、この4体でしょ。うん。間違いなく。悟空4&ベジータ4、ウルトラブロリー、パンちゃん、ビーストということで、まずビーストに関してちょっと喋っていきたいんですけど、前まではさ、ウルベジ出たからクーラー、これでもう完全にクーラーが使えなくなっ、ベジットが使えなくなった。で、クーラー出たからビースト、もうこれでクーラーは完全に使えなくなった。でビースト出たから悟空4ベジータ4、これでビーストが完全に使えなくなったのかって聞かれると全然そんなことなくない、結構うまいこと共存してるんじゃないかなと思ってて、ようやくかとやっとそのバランス調整ちょっとは考え出してくれたのかなっていう感じですよね。やっぱなえるやん、その新キャラ出て、はい次の新キャラでその新キャラぶっ潰しますみたいな、なえへん。ウルトラベジットちゃんとしっかり凸折った人とかさ、最終形態クーラー実装された時どう思ったよ、ふざけんなって思わんかった？俺は絶対思うと思うんだよな。でそういうのが怒ってたんですよ、最終形態クーラー俺凸折ってたけどビースト追加されてふざけんなって思ったもんね、やっぱり。っていうのが、まあこの2体に関してはあまり感じられないのかなっていう。なんなら同じパーティーに採用して使ってる人も結構いるよね。っていうのを考えると、まあうまいこと共存できてんのかなっていう、感じはするかな。でまあ肝心の悟空4&ベジータ4の性能に関して喋っていくんですけど、やっぱ特殊カバチェン無効が強いわ。うん。その相手のバトルメンバーが3体の時限定ではあるんですけど、それでもやっぱ強い。結局のところなんていうかな、バトルメンバー3体以下の場合って別に特殊カバチェン気にしないでしょ。だやっぱり3体いる時に、まあ、どこに引いても特殊カバチェンがいるっていう状態で特殊カバチェン無効発動できるっていうのはやっぱかなり強いんじゃないかなと思います。であとは範囲特殊、これがやっぱぶっ壊れやね。その悟空の場合はドラゴンボール1つ減らして、ベジータの場合はドラゴンボール1つ増やすんやけど、
まあ、それは置いといて、やっぱ最近中距離打撃とかさ、遠距離打撃とかで突っ込んでくる人とかいるでしょ。そういう相手に刺さんのがもう一番いい一番いいよ。うん、出花くじけんのがもう超いい。これがね、僕は一番評価が高いかなっていうのは、まあ冗談やけど、まあそういう相手に範囲特殊ぶち込めるっていうのはもうめちゃくちゃ楽しいですね。個人的にはかなり優秀だと思います。必殺アーツのバニシング回復ね、これもめちゃくちゃ優秀。手札3枚破棄で、100% でしょ。これがねめちゃくちゃ強いんじゃないかなって思います。でシンプルに火力が高い。うん、やっぱりその火ダメカットの効果をマイナスする能力っていうのがめちゃくちゃついてるんですよね。だから例えばいくら火ダメカット 60% ありますってなってたとしても、悟空4ベジータ4に関しては火ダメカットマイナスですからっていうことで、まあ、ほとんど関係なく殴っていけるんですよね。で4ダメアップも 90% プラス 50% アップ持ってるんで、そもそも 140% で殴っていけるっていう。でコンボ力もあるよね。悟空からベジータに変えれば泥足つくんでかなりの火力はあるし、でベジータから悟空に変えれば一発が重たい必殺圧ぶち込んでいけるんで、その辺がかなりやっぱり優秀かなって思います。でまあ耐久に関してはまあ普通かな。うん、がっつりあるっていうタイプではないんやけど、やっぱチェンジアビリティでめちゃくちゃ回復するんだよこいつ。何パーセントやったっけ、チェンジアビリティで 20% っすよ。 20% 回復できるっていうので、まあ、その辺がやっぱり優秀かな。まあ、ぶっちゃけた話、前回のフェスティバルで追加された悟空ブルー&ベジータブルーいるでしょ。なんかあれの上位互換みたいなあれの上位互換みたいな感じがするんですよね、シンプルに。で色もいいよね、やっぱビースト殴れる、で紫殴れる、だ環境にいる、最近だとウルトラブロリーでピッコロで人造人間17号、この3体殴っていけるのはもうシンプルに強いと思う。で悟空の場合はまあビースト殴れれば十分なんで、やっぱこの2色を殴れるっていうのはすごく大事なんじゃないかなって思います。で必殺当てれば踏ん張り向こうでぶっ飛ばせるんで、めちゃくちゃ優秀ですよね。で個人的に、まあ、あまり刺さった場面はないんですけど、これ上手い人が使ったらやばいんじゃないかなって思う能力が、やっぱ敵が究極覚醒アーツライジングラッシュ発動すると交代禁止5カウントを付与するっていう、これ強いよね絶対。だからまあ待機カウントも同時に10カウント短縮してくれるんですけど、まあ悟空ベジータ出しててビーストがライジング打ってきました、で控えのキャラクターに変えました、で相手バニシングないですっていう状態やったらさ、その交代禁止5カウント効いてるから、そのまま射撃アーマーの打撃で突っ込んでコンボ取ったりとか、そういう動きもできちゃうと思うんで、まあいろいろ使いどころがありそうな能力がまあちらほらあるっていう感じかな。うん、でまあ味方が落ちると体力回復したり4ダメアップついたりとかするんで、まあ、しっかりとそのラスワン性能も兼ね備えてるということで、まあ言うことなしなんじゃないかなって思います。めちゃくちゃ強いと思います。ただまあ若干演出が、うん、悟空ブルーベジータブルーに比べるとちょっとあれなのかなっていう若干予算を抑えたみたいな感じの演出ではあるんやけど、まあ究極アーツっていうかレジェンダリーフィニッシュはかなりかっこいいんで、うん、それもお構いなしっていう感じかな。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ最近追加されたキャラクターで言うと、人造人間17号はゴッドで、悟空&ベジータは、全王ということで、皆さんの評価はどんぐらいですか。僕個人的には人造人間17号とかの評価がちょっと気になるなとは思ってるんですけど、まあ良ければどんどんコメントで、指摘していってください。良ければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。